東京ドーム 4.5 個分もあるんですって。I'm looking for the future opportunities. The semiconductor will play a more and more important role in the automotive industry. え、半導体メーカー世界最大手の TSMC の工場が熊本にできました。非常に広い敷地に立っておりまして、東京ドーム 4.5 個分もあるんですって。で、半導体というのは自動車産業にとってもとっても大切で、切っても切り離せない存在です。豊田章男会長も出席しての開所式が行われます。あらゆるテクノロジー製品に必要な半導体で世界のトップシェアを誇る TSMC、 その工場が日本に進出する節目の日に国内外のメディアが注目していました。 I hope and I believe also start a renaissance of semiconductor manufacturing in Japan. TSMC は今回日本工場の設立にあたって、日本政府、ソニーセミコンダクタソリューションズ、デンソーの支援を受けて子会社の JASM を設立。さらに2024年になって第二工場を建設すること、トヨタ自動車も出資に加わることが発表されました。これから秋葉会長が TSMC の社長と面会されます。Nice to meet you again. Nice to meet you again. Yeah. Yeah. And welcome to Japan. And welcome to... Well, thank you for coming. Thank you for coming. I mean, that's this is an important step. You brought a beautiful weather.I'm looking at that. This is a nice area, mm-hmm. and I think it's a very good place for manufacturing of the semiconductor. Mm-hmm. We like this environment. So this is a first step. Japan to move into the semiconductor mm-hmm. manufacturing, yeah. right? Mm. And I'd like to have Toyota-san's support mm-hmm. for this one, right? I mean, that's let's check in again. Thank you very much. Yeah. Uh-huh. And I think semiconductor is very important mm-hmm. for automotive industry. Mm-hmm. Now everybody realize that. Right? Mm-hmm. And so when we move into the more advanced driving, mm-hmm. Autonomous driving mm. or the future car, mm. we all need the semiconductor. Yes, yes. And with a worldwide number one automotive maker, mm. so we can work very closely. Mm. Thank you very much. Yeah. And within the semiconductor market, the automobile sector is kind of a minority. TSMC is looking very with respect. And together with a partner, and I really appreciate you look at the automobile industry like that way. Yeah, mm. I'm looking for the future opportunities. Mm-hmm. So the semiconductor will play a more and more important mm. role in the automotive mm. industry. Mm. And I expect that. And today is a small portion of TSMC's business. Mm. And I expect it to grow. Mm, mm. And I hopefully I can grow, we can grow with Toyota-san. Mm. Okay. Let's make future together. Yeah, thank sure. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you very much. Picture. Okay, that's TSMC. Sorry, one more time. TSMC. Hi. Thank you very much. 車用の半導体はエンジンやハンドル、変速機など実に様々なパーツで使われていて、車作りには欠かせません。自動車にとって、ね、半導体というのはどんな存在なんですか？米でしょうね。主食、ね、米があるからね、おかずが生きる。タイヤは塩って言いますでしょ、はい、ね、あの半導体は米じゃないかなと思いますね。特に日本メーカーにとっては、はい、世界中で半導体への、うん、投資というものが行われていますけれども、うんうん、この自動車業界がこうやって半導体を一緒に仲間としてやっていくっていうのはどんな意味が、ほとんどの半導体のねユーザーというか使い道っていうのはほとんど民生品なんですよね。で、自動車はどうかというと本当に1割に満たないような中で、あの民生用で使われる
モデルライフというかね、と自動車用であれば全くビジネスが違うんです。作る側にしてみればどっちかにしてよと、いうことになると思うんですね。ところがこの日本という国を考えますとね、自動車産業が、あることによって雇用を生み、外貨を生み、そして、税金を払い、そしてその従業員の給与も上げ、こういうねモデルを回すね産業が今すぐ他にとってはからないと思うんですね。でそうしますと米というね主食である半導体が、この日本で、その生産をする、でかつその中で自動車向け、にもある程度確保してもらった、これはね日本にとっては僕大変大きな追い風というかね、大変ありがたいことだと思います。ただ半導体っていうのはね長く使うのもあれば、どん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 先端行くのもあれば、世の中の関心ってどうしても先端の方行きますけど、ガチッと先端行くのはねそのレガシー投資というかね、そっちの方になると思います。ですからその辺のバランスをねいかにね自動車業界としてもより応援いただくような形で情報発信していくか、これが求められるんじゃないのかなと思いますね。自動車業界、はい、日本という言葉が出てきました、はいはい、この TSMC への出資というのは、うん、一メーカーとしてというよりもそういったもっと広い目で見ていらっしゃる、はい、もともとデンソーさんがね自動車業界を代表して出資いただいてました。 TSMC さんはね一度ルネサスのねその火事がありました時に本当にここまで手伝ってくれるっていう形で、応援いただきました。でカーメーカーからしてみると一次サプライヤー の応援隊としてね半導体メーカーって入ってたのであまり直接的なねお付き合いないんですが、うちの調達もねああいういろんな自然災害ある時にそういうとことのお付き合いをずっと増やしてたんですね。そのお礼をずっと言いたかったんですよ。昨年の8月だったかな、デンソーさんと一緒に行きました、はい、台湾に、はい、当時私自動車工業会会長でしたから、はい、デンソーさんの有馬社長は当時部品工業会会長ですから自動車産業を代表して自動車工業会と部品工業会、というのがお礼を言いに行った。それでそのマイノリティであるね自動車用 の半導体、というのもしっかり作りますよ貢献させてもらいますよという言葉をいただいて、そして今日につながっているような気がいたします、はい、ですから今日もねそういう意味もあって、私自身が、熊本の開所式に来させていただいて一緒にね、この歴史的瞬間、というのをに立ち会わさせていただこうかなというふうに思いました。さらに今回初公開のエリア、熊本県知事や地元の自治体のトップがですね施設内の見学を行っています。この施設ではですね工場で使われた水をきれいにしてで循環させて使ったりきれいな状態で排出して自然に戻すという施設のようです。半導体生産に欠かせないのが純度の高い水。今回初めて公開された水処理施設では水をリサイクルすることで使用する水を3割削減することなどが説明されました。世界レベル的にも本当にトップのレベル の環境基準の達成しておられるんだろうというふうに思いましたので、不安を持っておられる市民県民の皆さんもですねこの施設を見られると非常に安心をされるんじゃないかなというふうに思いました。で一方で出てくる例えば処理をされた水であるとかそれから地下水の量であるとかが、まあ、どうなっていくのかということは、まあ、我々行政としてはしっかり厳しく見ていかなければいけないというふうに思っていますのでしっかり検査をさせていただいてでその情報をですねしっかり公開をしていくということが、まあ、皆さんの安心につながるのではないかなというふうに思います。